よし。南さん、なっちゃん、二人で真剣な顔して何話してんの？別にそんな、昨日見た夢の話、たわいない話よ。何何？どんなの？いや本当、なんか映画に感化されたかなって話してただけだから。そうそう、昨日頼まれたビデオちょうど持って行こうとしてたんだ。本当？やったー、これこれ、助かるわ。先週の UFO 特番、野球の試合延長でうまく撮れてなくて困ってたんだよね。 UFO の最新情報を衝撃映像でまとめたテレビの特別番組、録画があってよかった。昨日借りたビデオまだ見てないんだ。ちゃんと見てよね、 EXT 名作なんだから。私映画館にだって3回も見に行ったよ。あれを見ずして宇宙人語れないよ。宇宙人語る気はそこまでないけどね。特番ありがとね。お安い御用だよ。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。また UFO マニアって呆れてるでしょう。そんなことないよ。これ見れば絶対わかるから。すでに彼らは地球に来ているのだ。タコみたいなのが攻めてくるんでしょ？何言ってんの。それは H.G. ウェルズの創作小説宇宙戦争に出てくる火星人よ。なっちゃん、この手の話になると止まらないからな。将来は NASA に行って絶対本物の宇宙人を見つけるんだから。じゃあもっと英語頑張らないと。H.G. ウェルズの有名な SF 小説、タコみたいな火星人がトライポッドという3本足の兵器で地球を侵略するというお話。ビデオできるだけ早く返すから。いつでもいいよ。じゃあ、うん、また後でね。冬坂さん、次聴覚室。楽しみ。そうだった、もうみんな行っちゃったよ。家族が寝てからヘッドホン準備しよう。ゆきちゃん、あれ、新しい制服まだ来ないの？ああ、まあそんなとこ。それよりビデオテープ持って、何嬉しそうにしてたんだ？ああ、これなんだよ、教えろよ。ゆきちゃんもきっと呆れちゃうから。UFO 特番のビデオなんだ、貸してもらったの。それであの笑顔か。なっちゃんはまだ宇宙博士なんだな。変だよね。うん、うん、私の知ってるなっちゃんのままでちょっと嬉しい。でも宇宙博士はやめてよ、小学生の時のあだ名じゃない。高宮じゃねえか。尾形、おめえが手出した二画工のやつらがこの辺りまで出張ってきてるぞ。どう始末つける気だ？お優しいことで。何？なめんじゃねえよ、てめえでケツ拭くから心配すんな、タコ。ああ、ちょっと尾形君、ダメだよ喧嘩は。喧嘩売り歩いてんのはこいつだろ。ほら
ユキちゃんも。悪かったよ。なんだよ、拍子抜けだ、アホらしい。ユキちゃん心配いらないって、いつものことだから。それよりまた部活見に行ってもいいかな。うん。おっと、予定だ。教室に戻らないと。また後で。夏のやっぱり早いね。えへへ、タイム縮んだ。ああ、今日はほら風あるし、向かい風でちょっとおい一年、先輩何ですか？マネージャーと今から大会の話しに先生のとこ行くから、悪いけど後片付けやっといて。はーい。あれ、みんな帰ったの？私一人？ん？また怪しい人だ。校庭にも 2,3 人いたな。なんだろう、何か探してるっぽいけど。全身黒ずくめの、まさか。もしかしてあの人、メンインブラック？宇宙人を監視する機関の男たち。ひょっとしたら UFO がこの辺に来てたりして。 UFO に乗り遅れ、一人残された宇宙人。必要に MIB に付け狙われる彼を助けるのは選ばれし地球人なんてね。うん、何よ、危ないな。どこの学校だろう、見慣れない制服。UFO が活動、それが。早く片付けしないと、先輩に怒られるぞ。ちゃっちゃとやっちゃいましょう。はあ、やっと終わった。めんどくさいから着替えずに帰っちゃおうか。うん、汗かいちゃったしな。何？中じゃねえのか。ちょっとあんた、何女子の部室に入ってきてんの？叫び声が聞こえたから助けに来てやったんだぜ。黒服の変質者みてえなのがそこいらうろうろしてたからよ。俺はてっきり。変質者はお前だ、バカ者。出てけ、覗きま。なんだよ。
会って、まさか。うっそ、喋った。やっぱりそうよ、あの映画にそっくり。うっそ、宇宙人？あなた宇宙人でしょ？はあ、なんてこと。私が選ばれたんだわ。こんにちは。驚かせちゃったかな。大丈夫、私はあなたの友達。地球の言葉わかる？私とあなた友達。出てきた。落ち着くのよ。地球へようこそ。嘘みたい、ドキドキする。長年の夢がいきなり叶うなんて。あなたは BJ？ 私は夏のイーラーのスター校の称号。夏の、そう、それが私の名前。失礼なことを伺うけど、それは宇宙服？脳みそは瓶か何かの中かな。彼の名は BJ。 文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。うん、きっとそう。学校にいた黒服の男はやっぱり MIB だったんだ。この子を捕まえに来てるんだわ。何か探してたもの。それなら説明がつく。私が守らなきゃ。夏の記憶くせる必要。すごいわ BJ、 日本語みたい。喋れるの？ゲート行く。ゲート？あなたたちの言葉は分かんないけど、映画で知ってるから大丈夫。母星に電話するんでしょ？ UFO に救援を頼むのよね。わかってる、友達は協力するよ。ダルサゲート。わあ、あなたたちのテクノロジーね。ここへ行けばいいの？知ってる、学校の近くの神社じゃない。あ、待って、そのまんまうろついたらすぐに黒服に捕まっちゃう。 BJ が地図に示した地点は学校近くの神社がある場所だ。私のバッグ、これ使えるかも。学校指定のバッグだけど、見た目よりたくさん入るので重宝してる。うん、あの子もすっぽり入るかも。連れて行くにも隠さない。ギリギリ入ったわね。あ、ダメよ、顔出しちゃう。連れてってあげるから隠れてて。ないよね。時坂神社、ここね。
昔からある神社だけど。盲点だったわ。まさかこんな近くに宇宙人の関連拠点があったなんて。よし、着いたわよ、BJ。街がこんなに崩れてるの？まるで戦争でもあったみたい。また。日本時間17時40分、政府発表がありました。現在も世界の主要都市と通信途絶状態です。日本と同じように未知の敵によって攻撃を受けた可能性が高いとみられています。市内各地でも被害が深刻です。未知の敵は湾岸の広い範囲から上陸、桜区霞町方面に向かっているようです。これニュース映像ね。え？霞町って学校の近くよ。ここって私の町なの？あれだけじゃ分かんないよ。見えづらいんですが、わかりますでしょうか？あれが町に突如現れた謎の怪物です。かなり大きな物体です。5、6、7、いや、無数にいます。一体あれは何なんでしょうか？異星人の兵器という意見もあります。我々人類の歴史は2064年で終わってしまうのでしょうか？近づいてきました。いよいよ最後です。2064年って未来？80年ぐらい先の時代に来ちゃったの？嘘でしょ。あ、どこ行くの？
飲み込みが早いですね。任されたんだもん。彼に笑われたくない。敵もう来てるんでしょ。こんな遠くに騎兵出してよかったの？我々の乗る騎兵は遠距離攻撃を旨とします。近づかれる前に撃破するのが基本的な戦い方だと教わりました。近づかれたら危険ってこと？両腕に接近専用の電磁波採水が追加装備されているものの、囲まれると苦戦を強いられるでしょう。そうなんだ。警告、 D 信号接近。迎撃態勢、戦闘情報処理開始。来たよ。三浦君、どうするの？もう撃つ？夏野さん、落ち着いて。敵をよく見て。敵は数で勝る。一発で多くの敵を巻き込み一網打尽にするんです。三浦君、私なんだか震えてきた。大丈夫。震えるのは電磁砲弾を撃たれた相手です。三浦君見て、敵が一直線に進んでくるよ。この位置なら。どう動く？
移動する。敵はいないのよね。